トレーニング嫌いだもん。だとすると日々地獄じゃないですか。地獄。モテる自分でありたいって思ってない。モテてるし。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。でも一生懸命やってるから、仕事もそうだし、やりたいこともそうだし、まあ趣味もそうだし、で遊びも本気でやるし、うん、そうすると当たり前だけど攻めた生き方になるから、うん、攻めた生き方してると、攻めた生き方してる人が少ないんだろうね、きっと。だから珍しく見えるのかな、うん、それに興味を描く女の子はたくさんいるんじゃない。もちろん男もそんな攻めた生き方をしている人が少ないから、若い子たちでもそういうことを求めている人や、まあ、彼もそうだけど、わざわざ会社が休みの時に今日見に行っていいですかとかって言ってくるのは、結局一緒にいたら何かを得られるって、例えばこうやって話をしていることを彼は横で聞いてるだけじゃん、今日もずっと撮影が始まってから、はいはい、だけど彼自身は自分のプライベートの時間をここに当てることによって、自分が今まで得られなかったものが得られると思ってるから彼はここにいるんだよね、はい、うん、それと同じだと思うんだよ。それは男だから女だからっていうのは関係なくて、それを求めてる人は寄ってくるし、うんうん、なるほどなるほど、っていうだけのことなんじゃないの、うん、でそれを周りで見てる人は、僕がなりたい体型はこうで、同軸でやってるように見えてっていうけど、違う違う、必要だからやってるだけ。そうなんですね。トレーニング嫌いだもん。だとすると日々地獄じゃないですか。地獄。なるほどなるほど。あ、そこは僕そうなんだ、誤解した。両軸あって、なりたいものはまあ、こうでありたい、モテたい、モテるような自分でありたいとか、こうでありたいっていうあのものと、やりたいものってのがあって、両方を同時並行で努力してるっていう印象です。モテる自分でありたいって思うのはモテてないからだよね。ああ、なるほど。違う。そうです、ね、その言葉が出るのは、うん、モテる自分でありたいって思ってない。モテてるし。なるほど、うん、でもなんでモテてんのって言われたら、すごくざっくりしか言えないけど、うん、ざっくり一言で言ってって言われたら、やることやってるから、うーん、ただその一言に尽きると思う。なるほど。やることやってる人はどのジャンルでもモテるよ、うん、だってかっこいいもん、うん、男の僕でさえやっぱやることやってる人たちって見たら、この人かっこいいなって、うん、それは顔とかスタイルとかだけの話じゃなくて、うん、生き方がかっこいいから、うん、人間がかっこいいから惚れちゃうんだよね。そういうのって一番どこに出るんですか。どこに出るんだろうな。その人の持ってる、その身につけてるものもそうだし、資産もそうだし、だけど別にさ、資産なんてその人はパッと見て分かんないじゃん、うん、でしょ、書いてるわけじゃないから、私の資産はこれだけですって。うん、だけどそういう人たちって自分に自信があるから、絶対的な、うんうんうん、なるほどなるほど。だから中から外に出るエネルギーが全然違う。だからそういう人たちと一緒にいると、この人かっこいいなって思うのは、うん、いくつになっても決してこう覇気が緩まないというか、例えば僕がさ、こういう映像とかに出たりとか、他の YouTube 出たりとかテレビ出たりするときに、うん、なんでガクトってあんなにいつも偉そうなんですかって言う人いるんだよ、言われることあるんだよ、うん、別に僕偉そうにしてるつもりは一切ないし、うんうん、その人を見下したりとか、うん、そういうこともしてない、うん、ただ人に媚びていきたいと一度も思ったことがないし、で僕は僕自身でありたいって思って素直に生きてるから、うん、その僕の考え方や態度が
その人たちにとっては気に食わないのかもしれないし、まあ、とんがってるように見える、ね、のかもしれないし、いつまで経ってもなんであんなオラついてんですかっ て、 い、 やいつまで経ってもオラついてんですか、じゃあ若い時はオラついてる、年取ったらオラつかない人たちがその人たちの周りにはきっといるんだろうし、いや僕は若いからオラついてたわけでもなければ年を取ってからオラついてるわけでもなくて、オラついてるなんて思ったこともないわけで、自分はね、なるほど、僕はずっと自分のままいるし、でもし本当に僕が意味なく本当に僕はオラついてたら、例えば芸能界なんてものすごく敏感な世界なわけじゃん、そっかそっか、そうですよね、いなくなってるよ、うんうん、でも僕が芸能界で言うと26からソロになっててもう21年やってるわけだよね、うん、でも僕がまだここの世界で生きてるってことは、うん、僕の先輩たちは僕が仮にオラついてたとしても意味があってやってるっていうことを認識してくれているかもしれないし、うん、その人たちにとっては僕はオラついてないと思ってるかもしれないし、うん、なるほど、まだその威張ってるように見えちゃうとこうあれですけど、こうまた違うのかもしれないですね、オラついてて恐怖心もあるのかもしれないですよね、声っていうこうガクトさんのトーンであったり喋り方であったり見られる動向であったりすると、結果ビビってるってことはオラついてますよねっていう印象を与えちゃうのかもしれないですよねあのね、周りが僕のことをどういうふうに認識しようが僕は全然構わないし、周りが僕のことをどういうふうに評価しようが僕は全然気にしてないっていうか、どうでもいいことなんだけれども、そういう人たちはきっとその人たちの周りが若い頃はオラついてる人たちがたくさんいて、で年取ったらその人たちがおとなしくなったんだろうなっていう認識でしかないんだよ、なるほどなるほど、でなんでそうなんですかって言われてもさーっとしか言えないし、僕は僕でしかないし、僕はずっとこうだし、もうそもそもめっちゃ体育会系ですもんね、上に対してのなんだけど、例えば年を取ってる先輩もいるわけじゃん、はい、僕よりも10個上の先輩とかもいっぱいいるじゃん、はい、例えばね、僕はよしきとかは、はい、僕の10個上の先輩なんだよ、はい、完全に10個上の先輩 で僕が音楽を始めた頃は彼は一番上にいて、はい、で僕はビジュアル系の一番最後だったから、はい、言ったらもうピラミッドの一番下にいたわけ、うん、じゃない、はい、ですごく年功序列な世界だったし、でその年功序列な世界の中でものすごく厳しい世界だったけれども、僕は反発して生きてたんだよね、うんうん、ものすごく、で僕はそのよくわからない先輩からの圧力っていうものに対していつも反発して生きてて、うん、しょっちゅう、まあ、いわゆる先輩から見たら問題児、はい、すぐ喧嘩を売るしすぐ暴れるし、あいつやべえやつみたいな風になってたわけさ、うん、はい、ところが僕は27か28ぐらいかな、28ぐらいの時に YOSHIKI と会った時に、彼はロスにいたんだけど、ロスに行って、もちろん最初に会った時は僕もこのビジュアル系っていう中で彼は頂点にいる人だったから、もちろん尊敬もしてるし、それは今も変わらない、だけどなんていうんかな、だからといって自分を強く見せようとかっていう必要もないし、自分は同じなんだっていう必要もない、僕は僕のまま僕の思ってることを話して、で僕はこうなんだっていうことを話した時に、彼がお前めちゃくちゃ面白いなっていう話になって、でそこから一晩夜の10時から朝の6時まで2人でずっと酒飲み明かして、でバカなことも言ってっていうのを何回も何回も繰り返してるうちに兄弟みたいになったんだよ。でそれは先輩後輩、もちろん音楽業界の上で言うんであれば先輩後輩なのかもしれないけれど、僕にとっては彼は実のお兄ちゃんみたいな感じで、でなんて言ったらいいかな、気分によってはいきなり暴れ出すお兄ちゃんみたいなみたいな感じなんだけど、だけどリスペクトもしてくれてるから、うん、そりゃダメだよってやっちゃダメだよって言うと、分かったよなるほど、ガクトが言うんだったらやめるよとかっていう
感じの関係なわけ、うん、で逆に僕が何かあると彼は俺は絶対お前のこと守ってやるからっていうような関係になれたのは、うん、そういうのを何回も繰り返してる話で、うん、その確かに彼は10個上の先輩だしそういう意味でリスペクトしてるところは多々ある、うん、だけどそれ以上に兄弟みたいな関係で僕にしか彼に言えないこともあるし、うんうん、彼だから僕にこう甘えてくるところやきつく言うところもあるし、でそれはそういう人もいるっていう話で、うんうん、年上だからみんながみんな上下関係ってみんな言うんだけどそうじゃない。ちなみにその初対面の時って敬語使うんですか？使ってた使ってた使ってた普通に、どうもはじめまして YOSHIKI さん。今は使わない。なるほどなるほどなるほど。でもそれは、例えば僕は年下でも敬語を使う人もいれば年上でも使わない人もいる。僕は年じゃない、関係性なだけ。うん、あ、なるほどなるほど、うん、年で敬語を使うわけじゃないから、うん、年上でも敬語を使わずに話す人は自分との関係性が決まってる人、出来上がってる人、うん、で敬語を使った方がいい人には敬語を使ってる、うん、年上でも年下でも、で使わなくていい人、相手がそれを望んでない人、うん、例えば本当の兄弟みたいにお互いやって、年は離れてるけど兄弟みたいな関係性である人とは僕は敬語は使わない場合もあるし、相手が望んでれば使うし、それは相手と自分の関係性で相手が心地いいと思う立場を僕は取ってるっていう、うん、なるほどなるほど、うん、だけどよくねそういうことを表面的に言う人もいるんだけど、うん、まあ多分そういうふうに見えるからだと思うしね、オラついてるって、うんうん、だけど例えば僕はどんなにタメ口で話したとしても、その彼らのことをお前とか、うん、そういう継承で呼ぶことは絶対にないし、うん、そのタメ口で話すことそのものは彼らにとって嬉しいことであれば話すし、うん、例えば僕は47じゃない、うん、でこの年になってなおさら分かることがたくさんあったんだけど、自分の10個下の子、うん、20個下の子が僕に話をしてて突っ込むことってないんだよね、うん、でそういう関係で突っ込める人たちどんどん減ってくんだよ、はいはいはい、そうですね、寂しいんだよねこれって。みんな遠慮するし、みんなまともに突っ込みもできないし、みんななんかこういいことしか言わなくなる、こんなこと言ったら怒るんじゃないかとかって気使うんだけど、なんか話してて例えば自分がボケたりするとドンって突っ込んでくるやつと、これ面白いなってなるんだよ。うんうん、だから僕も年上の人で自分が関係性ができてる人には普通に突っ込むし、普通にタメ口で話すし、普通にふざけたりもするし、でもその人たちにとってはそれを言ってくれる相手って貴重で、その貴重であるっていうことは僕は分かってるからそれをやってるわけで、だからさっき言ってるように関係性っていう話、うん、そういえば僕もあのガクさんと出会って何度か食事をした後に、初め陽平くんって言われてたのが陽平に変わった時、ちょっと内心すげえ嬉しかったんですね、あ、呼び捨てに変わったって思って、だからそれはやっぱりさ思うんだけどね、こういう話をするとなんかどうでもいい話をしているように思われるかもしれないんだけれども、本来仕事っていうのはよほどの専門職じゃない限り必ず人と交わってしなければいけないことであって、人との関係性がうまく取れない人間が仕事がうまくいくかって言われたら僕は無理だと思ってて、ほとんどの仕事においてはね。だからもっと言うと極端な話、仕事のスキルそのものはすごく低いんだけど、人間関係をやたら上手に作れる人っていうのはそれだけで仕事になり立つ、それだけで仕事がうまくいくっていう人もいっぱい知ってるし、この人そもそも仕事全然できないのに、なんでこんなにお金持ってんのかなって考えると、その人間関係を形成するっていうポジションについてるっていうことが仕事になってるっていう人いっぱいいる。なるほどなるほど、うん、
Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.